不思議の国のバード、星さん。明治の日本の北海道に住むアイヌの人々の生活を記録したい旅行系ユーチューバーのエゲレスの人族のメスの日本奥地のりゆきをベースにしたエンタメ作品。明治の日本なので完全に現代の日本とは別世界なので日本人でもおのぼりさん感覚で異世界体験ができる。この漫画のイザベル・バードは、偏見のほとんどない客観的評価のできる人族であり、号に入っては号ヒロミができているのでとても共感の持てる魅力的なキャラクターに仕上がっている。とりわけ、日本人はヤジ馬根性がすごいとか、エゲレス人のクズのオスの日光東照宮はゴテゴテして品がないとか、そんなに嫌ならその国に滞在しないで帰れよと言いたくなるようないい感じのクズに対してちゃんとお前はクズですよという振る舞いが見て取れる部分がでね。とてもファミーなシーンは鶏肉を丸焼きにした食卓で日本人は猿という発言をする人族にホエーとなって面白かった。うちらはおまんじゅうしか食べないけど、他の命をないがしろにしている生物が他の生物のことをクズ発言する部分に人族のストロングスタイルがあんこに染み入ったので。人族は小さな違いを血眼になって探して小さな違いを見つけると殺し合うストロングな生物だからね。読者を楽しくさせるエンタメに徹しているのでここで出てくるそれらのエピソードは多分に原作とは違う部分があるがあくまで事実に基づいたであり、バードも伊藤も漫画のような魅力的でなければ偏見のない生き物でもない。明治のファンタジーな文化に触れることができるとても面白い作品。